はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。沙織様、お手紙いただきました。ありがとうございます。 This is for you 様、エリザベス様、お手紙もご支援ありがとうございました。ちょっとビビるぐらい多額にいただいてしまいました。皆様の、ご期待に背かぬよう今後も精進してまいります。こちらはステマです。目読してください。よろしくお願いいたします。あとメール当院さんも大募集でおります。恋の税金滞納や禁錮刑で永住資格取り消しする法改正について、脱粉民主党こと立憲民主党の鎌田さゆり議員、税金滞納は日本人と同じように差し押さえすればいい、なぜ永住権を剥奪するようなことをするのかと批判、永住権などないと、存在しないと突っ込み多数でありました。毎日新聞もこれをそのまま権と報道、これわざとでしょうね。永住する権利があるような、まるでそんなもんねえのに、あるのは永住資格だけであります。資格ですかね、許可ですかね、世論です。権じゃなくて許可だから。議員辞職レベルの失言、永住を許してあげてるだけだぞ。水原一平は有罪確定したらグリーンカード、アメリカ永住権剥奪だってさ。取り消し法案に賛成です。剥奪されるようなことをしなきゃいいじゃん。税金払ってないやつは他でも悪いことしてるから、なぜ義務を果たさず日本に入れると思うのか。毎日新聞が永住権って語彙使ったのかと思って少し楽しみに覗いたら立憲だった。日本にそんな権利ねえよ、もう議員辞職しろと。パヨ界隈とマスゴミは意図的に永住する権利があるかのようにいうので、こういうの見つけたらつどつど叩くべき。そんな権利ねえよ、つどつど叩くべき、批判すべき。少し小馬鹿にしたような批判がいいかもしれないですね。そんなことも知らないの、的な、そんなことも知らないでよくやってられますね的な、あストアの聞くんじゃないか。似たような事例はですね、パヨによる天皇制って造語がありますね。そんな制度どこにもないんですけれども、あるかのように触れ回ってんのはですね、天皇制天皇制天皇制って、触れ回ってんのは制度なら廃止できるからですね。共産党の党勢で皇室廃止、皇室打倒皇室を目指すパヨに騙されてはいけません。これもつどつど叩きましょう。そんなことも知らねえの、そんな制度ねえよべーけって言うねや、そんなことも知らないでよくやってられますねって小馬鹿にしたような感じが聞くと思います。法務省は誤解のもとの永住許可っていう名称をですね、永住免許って変更すべきなんだよね。免許だったら取り消しがあるのも当然だし、運転免許に運転権、運転する権利があるなんて誰も思わないですよね。永住免許っていう名称に変更することを私は提案いたします。禁錮刑で永住免許取り消し、これならあすっきりみんな納得。脱粉民主党こと立憲民主党が永住免許取り消しに抵抗するのは、そいつらに金と人手をもらってるからですね。選挙手伝ってもらったり、選挙権がないんで票にはならない。だったら何もらってんのっつったら金と人手しか考えられませんもんね。そもそも連中が半分そういう属性であるとか、帰化した同族とも考えられますよね。ガーシーもじいちゃん、あの韓国人だっていうしね。善良な外国人にしか永住免許は許可されない建前なんだから、不良外国人の永住免許はガシガシ取り消しにすべきなんですよね。今までなかったのがおかしい。日本は不良外国人の捨て場じゃないですよ。人口減少安易に外国人で保管する自民党、毎年1万6000人に永住免許ばらまいてました。増やしてました永住者を。世論です。バカなんじゃないのか。これ以外にも毎年2万人ずつ行方不明になって不法滞在してんだろう。中国人が不動産買いまくってる。毎年中国人が鉄くず買いに来るんだけど、去年あたりから鈴木でーすと名乗るようになった。結婚かなんかしたんすかね、鈴木さんと。移民庁を作って動態を監視しろ。自民のパーティー券買ってもらってるお礼なんだろう。こいつら動員法発令されたら全員テロリストだぞ。有事になったらどんだけ暴れ出すか。
現在の永住者は約89万人だそうであります。一番多いのは朝鮮戦争難民っていう建前の特別永住者29万人なんですけども、特別永住者は毎年 4,5 千人ずつ減少中。まああの人らも少子化、結婚しなかったり子供生まれなかったり子供作んなかったり、あとは寿命第一陣で来た人、戦後すぐはもう80、90になっとるし、一番多いのが団塊世代って思われるんですけれども、そろそろそういう自然にいなくなる年に差し掛かる。団塊世代って今どのぐらいの人、戦後79年じゃないですか。だったら74から78歳ぐらいの人を団塊世代って言うのかな。昨年の永住資格はプラス 16,242人でした。産経記事の 18,000 人とは微妙に誤差あるんですけど、産経記事は一昨年の数字見たのかもしんないな。永住者がプラス16,000人、特別永住者がマイナス5,000人で、差し引き11,000人の永住者が増えたという感じになります。世界中で日本以外やってないですね、バカ制度の外国人生活保護はですね、旅行者とか出稼ぎ労働者はもらえません。永住者だけ対象なんです。永住保護、生活保護予備軍が11,000人増えたってことになっちゃうね。故意の税金滞納で永住免許取り消しとなるわけですけれども、どこで故意って判断するのかいまいち不明なんですよ。これ病気や事故で生活不能になった永住者は今まで通り生活保護をくれてやるんだろうか。税金払えないんだからダメだお前はっつって永住資格取り消すような非常なこと自民党にできるんだろうか。もうやめろって、外国人生活も永住者も出稼ぎ労働者も区別なく日本滞在税っていうのを新設すべきだと思っております。日本人ばっかし増税してんじゃねえ。駅や道路の多言語表記とか役所に通訳を置いたりとか余計な出費あるんだからさ。外国人が滞在するためにせいで、そういう余計な出費が発生している役所には滞在税新設すればですね、永住免許申請も減るはずなんですよね。永住資格申請者のうち 12.8% が税金滞納してる、いう話ですから、生活に困った人は永住資格申請すんなっていう、そういう話であります。群馬の森朝鮮人追悼碑を県が撤去し、その費用2062万円を市民団体追悼碑を守る会に請求、会は支払い能力がないとして解散し逃亡することを決定いたしました。支払いから逃げられたら後日新しい会作りたいとかほざいているようであります。世論です。こいつら全員の財産を差し押さえしろ、払えばよかろう、払えよバカ野郎、元の団体関係者個人個人に請求だろ、代表者の資産差し押さえろ、市民団体全員から徴収しなさい。こんなんで逃げ切れると思ったのか。税金なので払わないという選択肢はない。任意団体だから代表者に義務があると。これって税金滞納と同じ扱いになるそうなんですよ。自治体からの請求をね。そうだとね、自己破産もできない。税金滞納は自己破産できない。故意の税金滞納ってみなされれば団体幹部の永住免許取り消しになりますね。幹部が永住者だったらの話ですけれども、群馬県は手を抜かないで徹底的に追及してほしいですね。逃げ得を絶対許してはならない。年金支払い65歳まで検討加速。私知ってる人で、あれ俺60歳過ぎても払ってっけどそういうコースでも選択しちゃったのかなみたいな人いらっしゃいましたけれども、今は20歳から60歳までの40年間支払えってなってんですけどね。厚労省年内に実施時期を含めた結論を出すそうであります。実行されれば支払い期間40年から45年になり、総支払い額は100万円ほど増税になる見込み。世論です。いつもの公的詐欺ですな。生活保護を受けるのが勝ち組だな。65歳まで何が何でも働けって宣告やな。年金もらう前に死ぬなこりゃ。老後が心配で消費に回せんね。もう年金廃止しちゃいない。年金は今や
滞納で差し押さえもある年金税と化しております。昔は年金払わなくても差し押さえまではされなかったんですけども、今は税金同様にですね、差し押さえもある。いつの間にかそうなってました。岸田は増税メガネって呼ばれることを嫌がってるようだが、着々と増税してんですよね、これね。再エネ賦課金も上がったし、少子化支援金ってことで保険税も増税されるしね。年金は長生き対策保険で、65歳に亡くなったら1円ももらえないリスクがありありなんですけど、自分がいつ死ぬかなんて誰にもわからないわけだし、現に私も肺がんで死にかけましたし、独身独居男性の平均寿命65歳ぐらいって聞くし、払うの嫌になっちゃいますね。そもそも国はなんでこんな制度始めちゃったんでしょうね、最初の最初でさ。こんなのさ、人が増え続けてるっていう、前提じゃないと始めらんないおっかない、制度ですよね。年金制度ない国なんかいくらでもあんのにね、アメリカとかさ。今日の単身、日本語がちょっと苦手な福島瑞穂さん、鹿児島を鹿児島、北九州市を北九州市と投稿してしまいました。北への暗号じゃないか、こいつが東大なんて嘘だなど大好評を博しました。投稿してる事務所の人間が日本人じゃないんでしょうね、多分ね。我々がアラビア語見てもさっぱりわかんないように漢字も絵にしか見えないんでしょう、多分。沖縄県のここ1週間の新型コロナ感染者報告数518人、なぜか全国トップの多さ、人口東京の13分の1なのに、なんでなんだろう。観光ホテルでクラスターでも発生してるんでしょうかね。全くの謎ですね。マスク暑いから着用率が低いのかな、気温高いから。それとも中国に近いからかな、全然わかんないですね。中国共産党、7月1日から入国者のスマホとパソコンを令状なしで検閲すると発表。仕事で言ってる人は企業秘密なんかあったもんじゃないですね、これね。すぐコピーされちゃってさ、プーさんの画像があったら逮捕されるんでしょうか。ますます誰も行かなくなって、めでたしめでたしと、いう話。朝鮮日報、ラーメンの起源は韓国のラミョン。これ人気がどんどん上がってく日本のラーメンが羨ましくなっちゃったんでしょうね。宇宙の起源は韓国で、ビッグバンは韓国で起こったって言ってたし、イエス・キリストは韓国人で、ベツレヘムは韓国にあったとも言ってたし、いいよそれで、もうラーメンの起源はラミョンでいいよ、もう本家の方がクソまずいのね、バカにされるだけなんでね。というわけで NHK 割増金被害者探しております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。